まあお城にはねよくね、まあ北東方向にね鬼門除けのものを作られるそうなんですかと。スタンプラリーウォーキングだって。はい。まあここにはね、群馬県指定重要文化財、木造11面観音龍像、指定平成15年3月25日、本像は平安時代後期の県内最古級の木彫物で、ここ赤城山南麓地域で早くから仏教信仰が根付いていたことを伝えています。像高 175.5センチ、一木造りやせぐりの技術が用いられ、造形表現及び彰義から地方仏師の作と推定されます。行基菩薩が天平9年737年の関東巡教の際、当地にとどまり自ら刻んだとの伝承があり、元は御名淵の行基ヶ原にあったお堂に安置されていましたが、後に現在の観音堂に移されました。地元では小観音として信仰されていますが、生徒の牧書名に11面観音菩薩とあることや、自発部に化仏を取り付けた形状もあることから、本来は11面観音であると考えられます。牧書名には享保20、1735年の修理の世主に、御名淵村ほか周辺村々の名が連なり、信仰の広さが伺われます。また本尊は60年に一度の御開帳を持つ秘仏であるため、毎年1月と8月に行われる縁日では、本尊寿司前のお前出し観音像を通して多くの人々の熱い信仰を集めています。はあ、これはある意味すごいですね。60年に一度しかね、直接見ることができません。人は、あれですね。一生に一度、見られればいいかな、みたいな。こういった観音堂ですね。何やら向こう、説明板みたいなものが隠されてますよ。変額にはね、小観音とあります。きっとね、県のね、指定を受ける前のもの。県の指定を受けるとね、粕川村っていうか、貝のものがね、なくなってしまうんで、こういったところにね、あるんでしょうね。これは、写真撮影だけで済ませますか。はい、そちらのね、県指定重要文化財、木造11面観音龍像が収まっている、観音堂です。観音堂にね、向かって右側、こちらにはね、小安観世音像、そしていくつかの石仏群、
更新供養塔、まあ立派ですね。まあ文化11年のある、まあ墓石かな。神橋供養塔、これはまあ観音堂があるとこなんで、まあ観音様、そしてね、まあたくさんのね、まあ手がありますんで、まあ千手観音像かなと。見事ですね。まあそちらも庚申塔ですね。まあ梵字が書かれていますね。まあ石殿風のものですね。さあそこのねデザインは、まあ、ちょっとした風車みたいな、これはちょっと斬新ですね。珍しいね。へえ。はい。これは馬頭観世音でしょうね。あ、上に乗っている屋根はね、まあ、ちょっと違ったものを持ってきたみたいな、そんな気もしますね。ああ。まあ、正面金剛の青の字が見えます。正面まで読めますね。もしかしたら、ある意味、百行心みたいな感じですね。へえ。なんか三七絵みたいなのが、まあ何なんだろうな。ね、三種に見えますよね。まあそういった虫がね、まあ天に登っていくのかなみたいな。まあ庚申塔ですよね。おお、庚申。そして庚申塔。はい。このようなね、まあ、観音堂の裏には、まあ、たくさんの庚申塔がございました。ご視聴ありがとうございました。